はいどうも、2.1 ルの天野美幸和です、クラブボクシング大会への道だったものをお送りしたいと思います。まず報告ですね。先月のですね、3月21日、何がめでたいのか分かりませんが、45歳になっちゃいました。はい、ですね、この辺りの様子はですね、まあお姫の動画とかということと多分ザッピングしていくとちょっと面白いことになると思うんですけど、まあ発表するかどうかはちょっと分かんないです。はい、分かんないというかちょっとどうなんだろう、あとはお姫次第ということでね、もう丸投げします。ですね、今こうやって統治を受けているんですけど、このトレーナーさんはですね、以前ちょろっと話したんですけど、まあプロの選手なんですね。伊藤サリさんという若い選手の方なんですよ。先月のね、3月24日に4回戦かなんかの大会試合があったみたいなんですけど、まあ、ちょっと我見に行くことができなかったのでちょっと残念なんですけど、なんか誰かがこのクラブの中のクラブ生が誰か取ってないかなというちょっと淡い期待を持ってるんですけどね。まあ、そういう今現在はこのプロの方に教わっています。でやっぱりプロだけあってやっぱりその実践的なものをすごく今は本当にまあ分かる人は分かると思うんですけど、まあなんですこの基礎なんですね。今本当に我のなんていうのかな、基礎トレーニングを常にやってて、この動画自体がもう4ヶ月ぐらい前の動画になっちゃうと思うんですけど、ネタバレしちゃうとね、まあ、そんな感じなんですね。まあ、こんな基礎で今構築されてるのが今の現状です。で、まあ2ラウンド目になるわけなんですけど、まあ、そうですね、本当に1ラウンド目はまっすぐに動く、2ラウンド目はこうやってくるくる回るってちょっとなんかあれなんですけど、まあ、こうやって回りながらちょうどトレーナーさんを追っかけるみたいな感じで、この頃はね、まだね、力は正直入ってた頃なんですね。入ってたんですけど、それを、なんていうのか、力抜いてパンチ出せるようになってきたところですね。まあ、今だとかなりもっと良くなってるんですけど、で、本当にわかると思うんですけど、我は体力ないんでね、まあ、すぐ腕が下がっちゃうんですよ。で、下がっちゃったり、ちょっと、なんていうのかな、こういう、まあ本当にもうちょっと動けるはずなのに動けてないっていうところがあったりして、まあ一回ね、こんな感じでいろいろと指導してもらいながら、でもまあ昔に比べれば全然綺麗な動きになってるような気がします。まあもちろんまだまだですけどね、前こんなにウィービングとかしたらもうウィングなのか、これ。ダッキングじゃねえ、どっちなんだろう。どっちだったのかな、これは。うん。まあ、ウィービングとして、すると、もう、それだけでも動けなくなったんでね。そこを考えたらね、まあ、全然成長してるんじゃないかな、とは思ってはおります。はい。で、まあ、別日になるんですけど、こんな感じで、相変わらずシャドーボクシングをしながら、やってるんですけど、まあ、ちょっとね、下から、こう、覗いてる感じになるんで、ちょっと、わかんないかもしれないんですけど、脇が空いてんのかなと思うぐらい、うん、どうなんだろう。まあ一応でも手は伸びるようにはなってるって感じですかね。うん、まあほんの少しずつ徐々にですけど動けるようになってきてると思います。まあ次はですね、こうやって実際自分が攻撃を受けたっていう想定で、うん、避けて、で、パンチを出すっていう練習でね、ちょっとまあ、いろいろとこうやって、頭では分かってるけど、体がついていかなかったり、その逆もまたしかりだったりとかで、なんですけど、こんな感じでね、今、指導されてる感じですね。まあ、この方はね、まあ、見ての通り、男のトレーナーさんなんですけど、まあ、そうですね、まあ、最近ちょっと、
伊藤選手さん、伊藤選手というか伊藤コーチに教えていただいているのが多いような気がします。はい、というわけでね、久しぶりのね対人なんですけど、これもね去年の12月なんですけど、で今回対戦相手の方はですね、このクラブの中でも一番超ベテランの選手なんですけど、まあ見ての通り我ガチビビりしてます。この方のね名前はちょっと言えないんですけど、まあ、愛さんはですね、このクラブの中でも大会でベルト取ってる人はチャンピオンなんで、まあ、そんな方にね、まあ、胸を借りるとかね、腕を借りるというかね、そんな感じでやってるんですけど、いやーまあね、ベテランの中でもより実践的な方にね教わるっていうのはなかなかないんで、怖えっていうのがあって、もう完全ビビっちゃってますね。もうパンチも出てないし、出てないし、伸びてないし、まあ悪く言えばなめぷされてる状態というか。でもこの経験ね、めちゃくちゃ良かったんですよ。自分がいかにねこうやって動画見てて手が伸びてないっていうのを、でやっぱりね自分の弱い部分がめちゃくちゃ出てて、向こうがすごく手出さないでいてくれるのに攻めることができないんですよ、やっぱり。まあこのマスボクシングというか、そのライトスパーリングっていうのは、まあでかい16オンスの、グローブをつけるわけですけど、まあこれも我の今つけてるのも16オンスなんですけど、まあ、そうなんですよね。これね本当にあれなんですよ、なんていうのかな、手が伸びない、もう体力がもう実際背中見ても分かるように、もうあれなんですよ、全然できてないんですよ、こう押し合いでも負けてるし、マスクつけてるだけじゃなくて本当に圧迫感もあるし、怖いんですよこれ。もう多分真ん中ぐらいで、まあ今こうやって映像を見てるだけだから何とも言えないですけど、そうこうやって食らってるんですよ。だからもうビビっちゃって、だからもう体が最初から反っちゃってるんですよ。本当は前かがみにならないといけないはずなのに、もうこんな感じで、こんな低たらくで、もう次のラウンドが楽しみですね。はい、というわけでね、まあその後の動画なんですけどね、ちょっと確認しましたらね、もう見るも無残にねフルボッコにされてる動画だったんで、ちょっと今回は、やめておきたいと思います。ですね、まあこの後にねやった、まあこうやってミット打ちなんですけど、やっぱり相変わらずねこの時はまだあれしてますね、直立不動になっちゃってるんで、まあ本当もうちょっと前かがみになって姿勢を低くしないといけないんですけど、ただ突っ立ってるっていう感じがすごく、まあものすごく出ちゃってますね。やっぱりねこうやって練習で、やっぱりあとはこうやって動画を見て自分で再確認した上で、次の練習の時に生かしていかないといけねえなって改めてちょっと思いましたね。で我々的にはもうまあこれはまだ去年の画像なんですけど、まあそうですね、これからもっと成長できたらなとは思っております。ですね、まあこんな感じで、まあ我は毎日てか、まあ、日々練習したりさばきやったりしてますね。はい、というわけでね、あんまりなくやってもしょうがないと思いますんで、2.1 流のこの天真爛漫チャンネルでは、ギターの我と、ボーカルのお姫の2人でチャンネルを運営しております。いろんなことにね挑戦したりね、なんかちょっといろんなこと作ったり行ったり、なんかどっか行ったりとかして、いろんな動画作ってますんでね、気に入ってくれた方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。だんだんねこんな体力がヘロヘロになってる状態なんで、あんまり何も言うことないんですけどね。
まあ、もしね、なんかちょっと経験者とかね、こういうクラブボクシングとか興味ある方がね、少しでも増えてくれたら嬉しいなと思っております。はい、というわけでね、最後までご視聴ありがとうございます。それではお疲れ様でした。 2.1 流の天海幸和でした。